はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。今日はケーブルフライじゃなくても胸の谷間が作れる実践編ということで、以前ね、胸の筋肉のね、ダンベルプレスの意識の仕方を説明しましたけれども、その時はちょっとね、部屋でね、口頭でなんとなくこうやって説明しただけだったんですけど、今日は実際にこのダンベルを使って、もう一度説明してみたいと思います。まあ胸の意識すごく大事です。ケーブルフライをやってここの胸の谷間、この盛り上がりを作っていくということで、こうケーブルフライとかね、まあやってったし、この内側がここ効くんだっていう風にやってますけど、まああればあったらいいんですけれども、やはりあのそういうねケーブルフライがなかったりしますし、最近はあの結構小型化が進んでケーブルフライのそのねケーブルマシンが結構幅が狭いんですね。幅が狭いと結局あのこの時にね、そのさっき言ったケーブルフライの内側をつけたり、この内側の時に負荷をかけたりということは、この時に横方向に引っ張ってほしいね。この時に横方向に引っ張ってなければ、ここの時に負荷はかかってないわけですね。だから幅がすごく広いね、昔あったすごいワイドなやつじゃないとうまくできないんですよ。それがちょっと小型化された幅が狭いやつだと、ここのほぼね、この後ろぐらいから引いてる感じになってるんで、広ければこっちに引いてくれてるのが、そうね、斜め45とかもうちょっと狭いかっていうぐらいの角度にしか引けてないので、ここの時の負荷はそもそももう弱くなっちゃうんですね。で、結局この時の負荷だけあるんであれば、まあダンベルとあまり変わらなくなっちゃいますね。ダンベルフライの場合にはここが負荷があって、ここではほぼゼロに近くなってくるということになりますので、広いケーブルのマシンじゃないとなかなかできないんですけども、まあそういうのがなかなかないんですけども、そうじゃなくても、まあダンベルプレスをねうまーくやっていくと胸の谷間しっかりできますよということで、僕もね、昨日胸のトレーニングをやって、この内側のここからもう全部痛いです。この隙間から全部痛いです。もうまあ僕やるとね、この上のこの胸の鎖骨にかかったこの辺からもう付け根まで全部、当然下もそうですけど全部痛いです。もう内側結構痛いです。もう骨のね真ん中のところだけ痛くないです。それをほんと5ミリずれたところからもう全部痛いので、上から下まで全部痛いですね。まあこういうこともね、使い方で可能になってきます。それでもう一度説明したいと思います。もうとにかく胸の意識ですよね。よいしょ。でここでダンベルプレスの基本、前腕が垂直です。前腕が基本的に垂直で動いていく。これが中に倒れた状態で、ここからね、きついと中にこうやって倒したんですね。中に倒してると三頭筋の負荷がとにかく強くなっちゃって、ね、腕の方が。で、胸はあんまり効かないです。ですから、中に倒れない垂直な状態。垂直な状態のまま移動していく。ほぼ垂直な状態のまま移動していけるようにしてください。で、上に上がった時に肘が伸びきらない。伸びてここまで行っちゃうと、これ、腕の上にダンベル乗ってるんで負荷が全くなくなっちゃいます。なので、上げた時に肘を伸ばしきらないということ。それと同時に、この肩ね、肩が上がってしまうと、また胸の負荷はなくなってしまうので、息を吸って背中、腰を反って肩が後ろに押されますね。肩甲骨の中に入って肩が後ろに押されたら、後ろに押されたままの状態で肘を押していく。肩の肩甲骨がベンチに押されて、後ろに肩が押されたままの状態で肘を押して、これを上がらないから、収縮しないからって、こういう風にしない。これ胸抜けちゃいます。絶対に抜けないように肩が後ろのままでの収縮になります。で、今みたいに、肩を押さえつけて肘だけいって、この肩のね、関節を中心にやっていくと、この胸の筋肉の厚みが増すような収縮ができるんですね。収縮って言っても、これだと厚みは全然出ない収縮。真ん中突き上げといて肩が後ろのままでやっていくと、この胸の起死、ここですね。で、停止っていうのはこっち。そこの位置が変わらないままで収縮していって、この厚みが、ね、両方とも増すような収縮でいってほしいですね。そこのまずトップで逃がさないということ。トップでこの厚みを増すような収縮で、かつか、ね、そのために肩が後ろで、かつ肘が伸びきらない、肘が伸びきって脱力になってしまうと意味がないので、ギュッと締まってここで支えたまま、そこから抵抗するという感じで、比較的ゆっくり下ろします。ここでギュッと収縮が作れたら、肩は絶対前ですよね。肘伸びきらないところで収縮が作れたら、抵抗して引き伸ばす、かなり引き伸ばしたら収縮
で、ここで結構ね、ありがちなのはここでコンって抜けちゃうんですね。上げたら終わり、上げたら終わり、上げたら終わりっていうしてるんです。そうじゃなくて、上げて収縮を確認した、その収縮を残しながら収縮しました。この収縮を残しながら残しながら収縮、息を大きく吸って肺を膨らまして胸を引き伸ばして吐いて収縮、息を大きく吸ってここかなり引き伸ばしていきたいです。はい、まあかなり引き伸ばしていくんですけれども、まあ肩の前が痛くなるとこまではいかない、そのギリギリ手前ぐらいなんですね。そこまで、しっかりと胸を伸ばしていきたいということ。それから、さっきの呼吸ですけれども、息をね、100空気を吸ったうちの100全部吐いてしまうと肋骨へこんで肩が出ます。なので肋骨はこうへこませたくないです。この胸の真ん中の肋骨をアーチ以外とへこませたくないので、ここ息を吸ったら、正直言うとここが肋骨沿いのこの骨組みが潰れない程度しか吐かない、多分半分から6割ぐらいしか吐かなくていいです。で、吸うときはもう100か 120% 吸っといて、50% か 40% 残してあげる。全部吐いちゃうとへこむから、全部吐かないで残しといて、肋骨のこの骨組みが崩れない程度しか吐かないというのも大事と。そうするとここで収縮グッと残せますよね。その収縮を残したまま、収縮した感じを残したままギュッと収縮した、まだ収縮自分はしようとしてるけど、しようとする重さにちょっと抵抗してないか、抵抗してないか、微妙に負けてるぐらいな感じで下ろすというイメージは一切持たないで、自分ではウエイトに対して押し続けてるけど、押し続けてるけど、なんかちょっとずつ下がってるという感じですね。押され続けてでも抵抗してるという感じのまま、そのネガティブというその側面ですね、降りていく方の側面をしっかりと使っていく。そこのね、上がる最中のこの形、収縮の力はトップで抜けないということ。それが降りていくときにグッと収縮感を残したままで抵抗していく、抵抗していく。それで一番下はかなりストレッチを効かせていく。真ん中からこう広げてる感じです。そのために息を大きく吸っていく。というこの4つの側面をきちんとやっていく。それからそれに隙間を作らないということですね。それをギリギリの回数までやっていって、最後できなくなったら2、3回だけ、3分の2の深さ、半分の深さ、4分の1の深さ、ぎゅーっとゆっくりゆっくり下ろし下まで行って終わりという感じで、フルではできなくなってからもう2、3回追加することができると思います。そういうやり方で、もうね、少し追い込んでみてほしいです。この使い方で全然胸変わってきますから、その外の胸かなりきついです。やってる最中からもきついです。盛り上がりの内側からもうすぐに筋肉痛になってきます。ので、これね、ちょっとね、しっかりすぐにはできないと思います。自分でやっぱり体の使い方を研究しないと、身についてこないので、ね、じっくりとね、何回も何回も、毎回毎回練習してください。はい。パーソナルトレーナーゆうじでした。